は竹本から井上へのクレーム。私の変なイントネーションをいじってくるな。ということでこれは、勝手にやって。さあ続いて参りましょう。続いていきますよ。竹本、話させてください。話させてくださいよ。話させてくださいよ。お弁当って言うんです私。アクセントが。はい、アクセントがお弁当なんですよずっと。お弁当。それ関西弁？いやそれじゃない。違うもん。が関西メンバーに聞いても誰も違くて、滋賀に帰って地元の友達みんなに聞いても違くて。あの母親だったんですよ私のうちの池本家のそのアクセントだ。そうお母さんがずっと私がもう小さい頃からお弁当って私の家ではそういう発音だったので今でもこうあお弁当来たとか言っちゃうんですよ。それを毎回言ってくるんですよ井上は。あお弁当どういう感じでお弁当似てんな。下顎外れてるみたいな。食べたって毎回言ってくるんですよ。雑だしそれぐらいしかねえのかよって思いますけどね私。いや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 。暴露がねいじりがそれしかないのかよって。雑とか言いますけど、うん、あの私まあ滑舌悪いじゃないですか。滑舌悪い。でも認めてるんですよ。今も滑舌あんまよく言えない。しょうがないね。認めてるし周りももう知ってるじゃないですか。うんうん、でいじるならちゃんといじってほしいんですよ。いじりが雑なんですよ。あ一番良くないね。いじりが雑っていうのはね。言えてないんですもん。え言えてないんです。だって先輩とかになんかでんでんどうどでんでんどうどないしみんな笑ってるでんでんどうどでんでんどうどみたいな先輩に先輩どうぞそれでんでんどうどみたいなでんでんどうどってなんかそれも先輩も戸惑うじゃないですか。滑舌師匠の菅井さんがもう大爆笑ですよ。ちょっと聞いたことあるなって思ったでんでんどうどこの前もう進行みたいなことやったんですよ。司会進行みたいな、うん、じゃあそれではどうぞみたいなそれではどうぞみたいな感じで振るんですけど、うん、なんか意識したらそれはどうなんか分かんなくなっちゃってでも分かんない時はもうでんでんどうぞって言ったの全部ね全部分かんなくなったら全部それでいいんじゃない全部でんでんどうぞなとりあえずいいや V 言っとくよみたいなでんでんどうぞって言ってるからもうなんかライブグッズでデンデンドードの T シャツ作ってますあいいですね。ローマ字表記で書いてほしいですね。デンデンドード。デンデンドードもちろん喧嘩両成敗でお咎めなし。